ご来場の皆様、本日はお忙しい中、第21回全日本フットサル選手権大会抽選会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。また JFATV にてご覧の皆様、日頃よりフットサル会をご支援いただき本当にどうもありがとうございます。私、本抽選会の進行並びに司会をやらせていただきます中村義明と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに主催者を代表いたしまして公益財団法人日本サッカー協会会長第2国へよりご挨拶申し上げます。よろしくお願いします。皆様こんにちは。日本サッカー協会の代表でございます。本日はお忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今年もまたこの全日本フットサル選手権大会の公開の抽選会を開催できますことを私は大変嬉しく思っております。日本のフットサルの人気の向上と庭園の拡大によりまして、この大会も年々会を重ねるごとに、レベルが上がってきておりまして、まさにフットサルの子供会と呼ばれるような試合が出てきておるのは大変嬉しいことだというふうに思っております。また今年はFIFA のフットサルのワールドカップイヤーということで、この9月にコロンビアで世界大会が開催されますが、その出場権をかけたアジア選手権、FC アジア選手権がこの10日後ぐらいからウズベキスタンで開催されます。日本代表のミゲール監督はこの大会でアジアの3連覇を果たすとともに、FIFA の本大会、ワールドカップ本大会で前回のベスト16以上の成績を上げるよう今取り組んでいるとこういうふうに申しておりますので、この大会もそれに向けて、熱い戦いが繰り広げられることを期待いたしております。昨年のこの全日本選手権では名古屋オーシャンズが史上初の3連覇という素晴らしい成績を残しておりますが、実は、名古屋は F リーグ、日本フットサルリーグもこのリーグがスタート以来9連覇という圧倒的な強さを見せておりますが、皆さんもそうでしょう、我々もそろそろそれを打ち破るチームが来てもいいんじゃないかというような期待もいたしております。まあ、そういう意味ではこの後行われます抽選会も注目したいというふうに思っております。本日のこの抽選会には元フットサル日本代表で活躍されました坂根剛さんと清さん、ごめんなさい。それから F リーグの CEO の松崎さん、そしてそれと CEO さんの北澤さんと私でドローワーを務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。それとこの組み合わせが決まった後3月に本大会が開催されますので、ぜひスタジアムの方に皆さんにも足をお運びいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。はい、第2会長ありがとうございました。第2会長はこの後フォロワーも務めていただきます。それでは21回目となる本大会ですが、1次ラウンドは静岡県エコパアリーナ、大阪は旧舞島アリーナですね、海辺共済スーパーアリーナ、そして兵庫県はグリーンアリーナ神戸、今年は兵庫県はグリーンアリーナ神戸です。以上の3会場で、今第2会場からもありまして、3月4日金曜から6日日曜までの開催となります。47都道府県大会と9地域大会により勝ち上がった14チームに F リーグの10チーム合計24チームが決勝ラウンド進出をかけ、リーグ戦でこの1ラウンドは対戦します。なお F リーグ2015-2016 リーグ戦の上位2チームリーグ戦の1位名古屋オーシャンズとリーグ戦の2位ペスカドーラ町田は決勝ラウンドからの出場となります。これプレーオフの結果ではなくリーグ戦の上位2チームです。その決勝ラウンドは3月の11日金曜から13日日曜の3日間、東京都代々木競技場第一体育館にて開催いたします。1次ラウンド各グループ1位の6チーム、そしてフリーグ2015-2016のリーグ戦1位名古屋オーシャンズ、2位ペスカドーラ町田を加えた合計8チームが
フットサル日本一の座をかけて熱い戦いを繰り広げるわけです。また今年の全日本フットサル選手権大会から新たに JFA 杯が優勝チームに贈呈されることとなりました。この JFA 杯は日本サッカー後援会が創設40年の記念事業として新規に制作し寄贈していただいたもので、天皇杯、皇后杯、高円宮杯、 U18 チャンピオンシップにも同様に寄贈していただいております。では改めまして、本日のドロワーの皆さんを紹介いたします。改めて公益財団法人日本サッカー協会会長第2組お願いします。 F リーグ COO 公益財団法人日本サッカー協会常務理事松崎康弘、よろしくお願いします。元サッカー日本代表、元フットサル日本代表、 F リーグ COO 補佐、公益財団法人日本サッカー協会理事北澤剛、お願いします。最後にご自身も選手そして監督として本大会に出場、元フットサル日本代表佐賀根清さんです。よろしくお願いします。以上4名の方がドロワーとなります。どんな結果になるでしょうか。それでは早速第21回全日本フットサル選手権大会抽選会を始めさせていただきます。では初めに本大会出場の26チームをご紹介いたします。まずは F リーグ所属のチームです。エスポラが北海道、モスクオーレ仙台、バルドラール浦安、フーガドール隅田、府中アスレティック FC、 ペスカドーラ町田、湘南ベルマーレ、アグレミーナ浜松、名古屋オーシャンズ、シュライカー大阪、レウソン神戸、バサジー大分です。続きまして地域代表出場チームをご紹介いたします。北からご紹介してまいります。北海道地域代表 DC 旭川フットサルクラブ、東北地域代表モスクオール仙台サテライト、関東地域代表は3つです。コロナ FC ゴンダ、柏東は82、リガーレ東京、北信越地域代表はボアルースなど、東海地域代表名古屋オーシャンズサテライト、メンバーオンザギャン、関西地域代表 SWH フットサルクラブ、ミキハウスフットサルクラブ、中国地域代表広島 F ドゥ、四国地域代表徳島ラパス、九州地域代表 RD ディノ、エスポルカーナ MFC、 以上の26チームが本大会に出場いたします。では続きまして抽選についてご説明させていただきます。先ほども言いましたように F リーグ2015-2016、リーグ戦1位の名古屋オーシャンズとリーグ戦2位のペスカローラ町田は決勝ラウンド、まあ、すなわち代々木ラウンドからの出場ということになります。両チームを除く F リーグ残り10チームが1次ラウンドからの出場です。では1次ラウンドの抽選方法です。次の3チームは開催地域を考慮し、アグレミーナ浜松はグループ B の1位、シュライカー大阪はグループ D の1位、テウソン神戸はグループ F の1位、それぞれあります。続いて F リーグ2015-2016の順3位から8位の合計6チームを A から F グループへ抽選にて振り分けます。ただしリーグ戦4位の白川大阪がすでに D の1に入っているために、残り5チームのグループおよびポジションを抽選で決定させていただきます。ここで抽選する対象チームおよびポジションはこちらとなります。隅田、府中、北海道、大分、浦安ということになります。次にF リーグ9位から12位の合計4チームを A から F グループに振り分けていきます。ただし F リーグ11位のアグレミーナ浜松はすでに B の1に、 F リーグ9位テルソン神戸はすでに F の1に決まっているために、残り2チームのグループおよびポジションを抽選で決めます。対象チームは
こちらです。湘南ベルマーレとモスクオネ仙台ということになります。 F リーグのチームの抽選終了後、地域代表14チームの抽選に移ります。はじめに地域枠のチーム数が多い順に北からグループ及びポジションを決める抽選を行います。関東が3チーム、東海関西九州がそれぞれ2チームと、その他の地域は1チームということになっております。でこの際、同じ地域の代表チームが同じグループになった場合と、 F リーグのトップチームとそのサテライトチームが同じグループになった場合は再抽選となります。再抽選の対象チームはこちらです。よろしいでしょうか。同じ地域のチーム、またエフリーグのトップチームとサテライトチームが同じグループになった場合再抽選となります。1次ラウンドの抽選が終了しましたら、決勝ラウンド第1試合の抽選を行います。 F リーグ 2015-2016 リーグ戦2位のペスカドーラ町田はマッチナンバー39の出場、リーグ戦1位の名古屋オーシャンズはマッチナンバー40の出場となります。そして1次ラウンド各グループの1位チーム、合計6チームの決勝ラウンドポジションを抽選にて決定いたします。今黄色くなっているところですね。以上が抽選方法となります。駆け足でしたが、ご理解していただけましたでしょうか。それでは早速抽選を始めたいと思います。はじめに F リーグチームの抽選です。先ほどご説明した通り、アグレビーナ浜松はグループ B の1、シュライカ大阪 A の1、ネルソン神戸 F の1に入ります。では F リーグ 2015-2016 3位から8位チームのポジション抽選です。第2会長に抽選対象となる F リーグのチームを引いてもらいます。松崎常務理事にはそのポジションを抽選してもらいます。では第2会長、まずチーム名が書かれたコップを引いてください。はい、前に会長が言ったのはバルドラルベースです。さあバルドラルベースはじゃあどこのグループに入るのか、松崎常務理事どこのグループに入るのか抽選をお願いいたします。いいですか。いいの位置です。はい、バルドラールです。 E の位置決まりました。このように抽選してまいります。はい、では第2会場続きお願いします。エスポラーナ北海道、松崎常務理事お願いします。開きました？開きました。はい、去年も意外と味に行くからですよね。B ですか？ B の B の2です。 B の2、あ、じゃあもうアグレビーナと同じグループ。はい、じゃあ何かお願いします。松崎良太です。それでは松崎常務理事お願いします。F の2です。お、テルソン神戸と同じグループになりました。大会長もう一つですね。あ、あと2つですか。はい、
ヒューガノルスミダ。ヒューガノルスミダはまだ F のチーム、F のチーム、C と A に入っておりません。スミダは A の位置です。残り一つですけれども。中アスレティック FC は C の位置です。はい、以上3位から8位チームの抽選でした。よろしいでしょうか。すべて今映ってますね。はい、では L リーグ2015-2016 9位から12位のチームのポジション抽選です。テンソンゴールドアグレビーニ浜松はすでに確定しております。抽選の対象となるのは湘南ベルマールとモスクオレ仙台の2チームとなります。北沢理事に F リーグのチームを、佐賀根さんにそのポジションを抽選してもらいます。では北沢理事お願いします。2つ選んでる場合、では佐賀根さん、2つに1つです。で、白井沢大阪がいる A に入りました。じゃあ北田さん、はい、念のためにお願いします。それは仙台のはずですか。はい、間違いありません。仙台です。モスクオーレ仙台は E です。浦安と同じグループ E となりました。A と C には、この A と A の2と C の2が入っておりますが、地域の代表が入るということになったわけですね。はい、F リーグのチームの抽選結果は以上となりました。それではこれより地域代表チームの抽選に移ります。先ほど説明したように抽選は地域枠のチーム数が多い順に北から行います。したがって順番は関東、東海、関西、九州となります。でその後北海道、東北、北信越、中国、四国の順でグループおよびポジションを抽選してまいります。でまずは関東、東海、関西、九州の抽選です。第2回長にチームを、北沢理事にポジションを抽選してもらいます。では会長お願いします。柏の IT2、リーグ中間の柏とは82は北沢理事がポジションを引きます。 A の3です。 A の3です。はい、では A の3に柏とは入りました。はい、コロナ FC、ゴータです。では北沢理事お願いします。ポジションを決めてください。どこにありました。 B です。 B です。お、 B、 4つのうちの3つが決まりましたね。はい、それでは第2回長、関東のもう一枠リガーレ東京。はい、確かにリガーレ東京です。 A、B に入った場合は再抽選となります。 A です。 A の3。はい、うまく関東の代表が振り分けられました。それでは続いて東海地域、東海地域は2チームです。引き続き大地会長がチームを、そして北沢理事が
ポジションを決めてください。名古屋オーシャンサテライト、はい、名古屋オーシャンサテライトです。ポジションはE です。 E は大丈夫です。残っているのはバーオザギャンという、はい、確かに東海地域代表名バウンドラインです。北澤理事がポジションを引きます。 C の4、 C の4、はい、ありがとうございました。続いては2チーム代表チームがあります関西地域です。関西地域、関西地域はSWH とミキハウス。では第二会長抽選お願いします。北澤理事はポジション抽選をお願いします。はい、 SWH です。北澤理事お願いします。反応してすいませんでした。ビッキーハウス、はい、確かにビッキーハウスフットサルクラブです。ビッキーハウスフットサルクラブはどこに入るのか北澤さんに委ねられております。 B、 あ、これで B 出揃いました。はい、はい、ありがとうございます。 B は全て出揃いました。ファブルビーナ・ハンマンス・エスポラダ北海道ミキハウス ONFC ゴンダということになりました。九州地域も2チームあります。第2会長にチームを抽選してもらいます。九州というところではバサジ・大分がグループ4にいますね。はい、エスポルカーナ MFC、 北澤さんにポジションを抽選してもらいます。A です。 A の4、そしてもう一つ RD ディノ、はい、確かにそうです。 RD ディノF が2つ空いてますよね。 F です。 F です。 F の4 RDD の九州対決がここでまさじよいだと実現します。さあ、これで複数チームが存在する代表地域がもうありません。これより代表1チームのみの抽選となりますので、まずは北からですので北海道からいきましょう。北海道地域代表の DC 旭川フットサルクラブの抽選です。松崎常務理事、ポジション抽選をお願いいたします。これより1チームのみですので、もうポジション抽選のみです。A の4、はい、ありがとうございます。DC 朝日 IC は A の4に入りました。今度はボスクオール仙台サテライト、東北地域代表、E の3、あ、これ再抽選ですね。あのボスクオール仙台のトップチームが E の2に入ってますんで再抽選、初めて今日再抽選が出ました。C ですか。 C の3、
これで C も全て出揃いました。はい、はい、戻してください。今あの重複したボットを今戻しました。北信越地域代表のボアルース・ナーノ、あ、サガネさんに引いてもらおうと思ったんですけど、もう取っちゃいましたもんね。はい、今戻したのはどういう運命となるのか。はい、はい、ちなみにこの後の広島 F ドゥのサガネさんが、はい、お願いしますね。F の3です。 F の3、 F の3、ナーノ。ではじゃあ広島 F ドゥもお願いします。F ドゥ E の3、広島 F ドゥ E の3です。そして残すはもうあと徳島ラパスですが、念のためサンさん、はい、はい、最後の一つ確認のために引いてください。A の2、はい、確かにラパス A の2です。これでグループ A から F まで大丈夫ですよね。再抽選のところはもうないですよね。確認しましたね、ここに全員でね。はい、以上で24チーム全ての1次ラウンドのリーグポジションが決定いたしました。後ほど松崎常務理事と沢野さんにはこの抽選結果についてお話をお伺いしようと思いますので、心の準備と頭の準備をお願いいたします。それでは続いて決勝ラウンドの抽選を行います。決勝ラウンドは F リーグ2015-2016、リーグ戦2位のベスカローラ町田、リーグ戦1位の名古屋オーシャンズはもうベスト8進出が決まっております。シードということになります。1次ラウンド各グループ1位のみがこの代々木ラウンドに進出することができます。ベスカローラ町田はマッチナンバー39、名古屋オーシャンズはマッチナンバー40です。では1次ラウンド各グループの1位チーム合計6チームの決勝ラウンドポジションをこれより抽選にて決定いたします。スクリーンにある1番から6番のちょっと見づらいですかね、大丈夫ですかね、1番から6番のポジションの順番に決定してまいります。したがってマッチナンバー37の抽選は最初に引かれたグループ1位が1のポジション、次は2のポジションとなります。ではマッチナンバー37、準々決勝第1試合から参りましょう。第2回帳にポジション1、北沢理事にポジション2を引いてもらいます。どこのグループがこの1と2に入ってくるか。第2回帳は1です。第2回帳が引いたのはグループ C です。グループ C、 はい、北沢理事お願いします。グループ B、 マッチナンバー37はグループ C の1位対グループ D の1位ということが決まりました。続いてマッチナンバー38、準々決勝第2試合、松崎常務理事にポジション3、サガネさんにポジション4を抽選していただきましょう。松崎常務理事は3です。ポジション3、E です。 E の1位が3に入ります。ではサガネさんお願いします。F、 4にグループ F の1位が入りました。では続いてマッチナンバー39、準々決勝第3試合、ベスカローラ町田と対戦する組み合わせ抽選です。松崎常務理事にポジション5を抽選していただきましょう。町田と対戦するのは1対グループ A、グループ A です。
隅田、徳島ラバス、柏、そしてエスプルターン。さあ、最後の一つは第2会長です。念のため、確認のため、最後の一枠。カプセルを開けてもらいましょう。名古屋オーシャンズと対戦するのはグループ B の1位です。はい、これにて全ての抽選が終了いたしました。皆さん抽選結果いかがでしょうか。ベスカドーナ町田はグループ A の1位と、名古屋オーシャンズはグループ B の1位と、予備ラウンド1回戦で対戦します。さあ、それではお約束通り抽選が全て終了いたしましたので、松崎常務理事にまずお話をお伺いしたいと思うんですが、よろしいですか。はい、じゃあお願いします。どうでしょうか、この抽選結果。まず1次ラウンド、このリーグ戦を受けて、まあ、普段レフリーグの試合をこうたくさん見てます。それだけじゃなく、レメネというチキチャンピオンズリーグといったところをこうも見てるんですけど、まあ、ほとんどのチームがそこの常連なので、どこもなんか厳しいなという気がします。そんな中、グループ D と B、D、E、F がこれがですね、全部Fリーグのチームが2位まで2つまで入っているので、はい、ここは大変かなと思いつつ、 A がですね、隅田だけじゃなく、この徳島ラパスから柏、これは巡回リーグというか、チャレンジリーグなんですね、はい、一番ちょっと注目したいのはグループ A だと思います。なるほど、はい、他のところは、まあ、Fリーグのチームがどのくらいしのぎ合うのかなというところが注目したいんですけども、それ以外では A をちょっと見てみたいなと思ってます。あと冒頭に大会長がお話しくださったように、名古屋オーシャンズの連覇をどうか止めるのかっていうこともありますけどね。そうですね、まあそれはどこかのチームがやってくれるかもわかんないし、名古屋が4連覇になるかもわかりませんけども、まあそこは今度は技術レベルの高いフットサルを見たいなと思います。わかりました、ありがとうございます。では、元フットサル日本代表でエブリーグのアンバサダーを務めております相良清さん、はい、今松崎常務理事からもあったように、準会員のチームが今回本大会に広島 F2 含めラパス、徳島ラパスと柏東亜とで3チームが、はい、この全日本24チーム残ったっていうのはちょっと注目すべきところじゃないですか。その通りですね、まあ、フットサルにおいてやはり戦術 そのスカウティングというものが非常に重要になってきますので、まあ、普段からその F リーグに関わっているチームと、あとはその巡回のチームというのは非常にその F リーグとの関わりがありますので、まあ、どのチームが何をするというその、まあ、対戦相手をまあこうやって決まった中でしっかりと対策をすることができるというのは非常に大きいかなというふうに思いますね。特に、はい、まあ、リーグ戦でいい成績を上げられなかったチームというのはここにすごく力を入れたいところだと思うので、そういったところが非常に重要かなと思いますね。サッカーでいう天皇杯もそうなんですけれどもね、いわゆるこう下克上みたいなところがこの全日本選手権の醍醐味だと思うんですが、その辺見どころ、このフットサル全日本選手権のポイントみたいなところは相良さんいかがですか。そうですね、本当にまあ、Fリーグができて日本一の大会っていうのがたくさんあると思うんですけども、まあ、もともと、まあ、私は第3回から参加させてもらってるんですけど、もう本当にこの大会で日本一を取るためにもう1年を費やしてたような本当に素晴らしい大会だと思うので、まあ、特に地域のチームというのは F リーグを倒すためにという準備もしてくると思いますし、それを受け入れていただいた F リーグチームも絶対負けられないぞという気持ちでやってくれると思いますし、まあ、そういったしのぎを削る本当に、試合というのを見て見られるかなというところと、あとは先ほど言った戦術のスカウティング合戦というのが非常に重要だと思うので、まあ、そこは注目かなというふうに思います。最後に一つ、この抽選結果を見て相良さん自身楽しみにしているところとかチームとかありますか。そうですね、やはりグループ E が非常に楽しみで、まあ、仙台は
リーグ戦があのいい成績じゃなかった部分と、で浦安も、まあ、当然この成績、まあ、リーグ戦の成績というのは納得してないと思うので、あのそこにかけるあの思いと、でその中にあのエフル巡回チームと名古屋サテライトという、あの本当に非常に厳しいリーグですけども、ここをどうか勝ち上がるのかなっていうふうに思いますね。はい、松崎勝利、そして澤根清さん、どうもありがとうございました。今日お集まりのメディアの皆さんは、どんどんいろんなところにこの情報を発信していただければと思います。見どころ今松崎さんと澤根さんが語ってくれました。それ以外も面白いので注目がたくさんあると思います。ぜひメディアの皆さん、ご協力よろしくお願いいたします。第21回全日本フットサル選手権大会1次ラウンドは来月3月4日金曜から6日日曜日まで、静岡県はエコバアリーナ、大阪府は庶民共済スーパーアリーナ、兵庫県はグリーンアリーナ神戸で開催いたします。決勝ラウンドは3月11日金曜から13日日曜まで、東京代々木競技場第一体育館で行われます。今大会の模様は JFA TV にて放送を予定しております。詳しくは JFA 大会ホームページをご覧いただければと思います。繰り返しになります、どうぞメディアの皆さん、そして JFA TV を今ご覧の皆さん、これからも日本のフットサル界、そしてこの全日本フットサル選手権を心より応援していただければと思います。以上をもちまして、第21回全日本フットサル選手権大会抽選会を終了とさせていただきます。お帰りの際はお忘れ物などなきように、もう一度身の回りをお確かめの上お帰りいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、お疲れ様でした。